はい皆さん、こんにちは。非常識なコンサルタント高橋子です本日のテーマは仕事があふれてぐちゃぐちゃになって時間がなくなり困っている教室の先生のアドバイスということについてお伝えしていきたいと思います。なかなか、ね、あふれてぐちゃぐちゃっていうところがリアリティ溢あふれる内容かと思うんですけれどもねはいあのー、私、時間管理の本を書いてます、「感情時間術」っていう時間管理の本なんですけど。 でまあ、その中でもあの、当然皆さんがね時間、私自身もそうなんですけども、まあ、時間をどういうふうにうまく使っていくかっていうのは、人生とか仕事をやる上でも非常に重要な命題になると思うんですよ。でここのところですね、まあ、クライアントさんも含めて、えー、仕事の優先順位を、まあ、つけてほしいというか、自分でもつけられなくなっちゃって困っちゃって、 あのほ、方法論っていうか、どういうふうにしたらいいのか教えてくださいっていう方がちょっと続いたので、えー、私が実際にクライアントさんにあしているアドバイスをお伝えしますので、皆さんは自分が言われていると思って、えー、時間の整理と、あと事象の優先順位の整理をしていただければというふうに思っております。はい。ではね、本題に入りたいと思います。 あのまず、ですね私がそのぐちゃぐちゃになっちゃってる人はえっ、ー、と漠然とぐちゃぐちゃの人と明確にぐちゃぐちゃの人と2人いるんですよ。で漠然との人はそもそも何が自分が選ばなきゃいけない対象になっているかわからないっていうタイプの人はやりたいことを全部書き出してください。こここここれこれこれれれ で、その強弱をつける指針は出しますから、まずね、これができてないとお話のしようがないのであ、やりたいんだけどできてないってことを全部とりあえず書き出してみる。まずこれが第一です。で、これができている人、次に私がじゃあ何をね、言うかっていうと、えー、っと、まあ自分のね、人生の中で、ないしは仕事の中で、どういう状態が自分にとって一番楽しい状態なのか。 っていうことを聞きます、まあ、これ、自分の本質的なところに戻るっていう話なんですけど例えば、人によってはもちろんあの稼ぎたいっていうことが優先順位だったとしたら、まあ、それが50万とか100万とか200万とか、まあ、人によって違うと思うんですけども月にこれぐらい稼ぎたい年にこれぐらい稼ぎたいっていうのが仕事上第一優先。 まあ人生っていうほど大げさなものじゃないけど、第一優先になるとしたら、まずその第一優先を正しく叶えられるものはどれなんだっていう、その持っているものの中でですよ。それを優先順位を高いというものにしていきます。例えば、ね、月賞50万とかにしたい場合にですよ。もしかして、50万円とかの商品とかを持っていたとすれば、 1> 月1人決まればな、OK、なわけじゃないですか二月に一度2人決まればいいわけですよね。っていうそういう大きいお金で効果的な口座を持っている場合にはまあそこからまず手を入れてそれをどういうふうに日々のね集客ないしはたまにかける大きな集客に当てはめていくかとか。 どういうふうに講座受講している人をフォローしていくかっていう、まあ、それはあるにしても集客ベースで考える方がが、ね、分かりやすいので何が大事な講座で何がそうでもないのかっていうのをまず選別していきますお金が重視っていうことだったらですであと、割合的にいやそれだけだと寂しいよと儲からないの知ってるんだけどやりがいでこれ、残したいんですっていうケースあるんですよ。 例えば、あの、私は教室業の先生が片手間で販売をやるケースにおいては、利益率がとても低いので、基本的にはお勧めしない方針なんですよ。私はね。あの、自分も販売を6ヶ月だけやったことがあって、販売ってどういうものっていうのを知ってみたくて、パンニーダーっていうパンの子キを売ってみたことあるんですけど、えー、サイト作り、あと SNS 発信、あと動線設計、えー、出荷、 それを、えー、と出ましたとか出しますというあの自動だったとしてもねメールのシステム作って動かすっていうのはなかなか大変で高単価なもので少ない人数でしか扱いたくないなって個人的に思ったので教室業の方がそういう売り上げていうことから考えると私の性格には合っていてあのサービス業の方がとても楽だと思ったんで物販の方は半年でやめています。私はね だけれどもまあ昨今の流行りとしてやっぱり自分が作ったパンとか自分が作ったケーキお菓子雑貨が売れるっていうのは誰かが買ってくれるっていう喜びが嬉しいっていう場合にはその領域って仕事の領域じゃなくなっちゃうんですよねつまりあのトントンであればいいとかなんなら赤字でもあり得るっていう風になっちゃうとそれは仕事ではなく生きがいとか自分の人生の 心のオアシスな潤いになっているものは、あ取り除いてしまうと何のために仕事しているか分かんないっていうことになってしまうので、そういったお金は儲からないけど大事なもので絶対に外したくなくてやりたいことは何なんですかっていうのも、そのリストの中から選んでもらいます。で、さらに今度時間の使い方ですね。一日の時間の使い方で、その最重要お金を稼がなきゃいけないものと、 えっとそのお金は稼げないんだけど自分にとって充実度的にとっても大事なことっていう、まあ、これを時間どれぐらい必要っていうのを出してもらってそれで1ヶ月が埋まるんだったら埋めて空きがあればさらに2番目、3番目に大事なこととかを入れていってどこまでが自分のキャパシティかっていうのを組んで優先順位を決めることがあるんですね。 でえっと、誰かの例えば、旦那さんが稼いでるから自分は趣味的にやってるのがメインで事、えー、業が失敗しようと成功しようとどっちでも大丈夫っていう領域の人はそんなシビアに考える必要なくて手当たり次第やりたいものをやってあの別に赤字になっても問題ないんですよ。だけど例えば子どもたちを食べさせているシングルマザーとか。 あの旦那さんが今事情があって勤められなくて自分が一家の大黒柱を代わりにやってますとかいう方に関しては、えー、そのお金がなくなっちゃうとあの好き放題やれるってことすらできなくなっちゃうから優先順位がお金を稼ぐことっていう方に振らなくてはいけないんですねそうするとお金が稼げるようなものはどれなのかっていうことに当然ですけど時間のリソースを割くことになるので 自分の人生の喜びとお金を稼ぐことの比率が、その方の家庭事情とか、その方の心の具合とかによって変わってきちゃうんですよ。だから、えー、両方一応聞くようにして、じゃあ5対5だねって言って、5、5は損しちゃうけど、こっちでじゃあちゃんと稼ぎましょうみたいな形にして、で、何時間あればあなたはできるかっていう、それを組んで、オーバーしちゃう分は今は諦めてもらいます。今は。 そこが、例えばもっと売り上げが高くなって、時間の余裕ができて、それをすごく頑張らなくても大丈夫っていう状態を作れれば、その時に、その、やめようっていったり、よかしたものを入れ込んできたりすればいいじゃないですか。なので、このあたり、優先順位の決め方は、ご本人の意思が基本必要になるので、私が決めてもいいんですけど、あの、ガイダンスレベルですよね。その 取捨選択をする、捨てていくものをどれにするかっていう、そもそも溢れちゃってるわけですから、あの、時間の詰め方とかもお教えしますよ。お教えしますけれども、あの、そういうタイプの人の共通点ってあるの私知ってるんですよ。どういう共通点があるかっていうと、興味が持った、これいいかもって思うのは、何でもとりあえず手当たり次第やってみたいっていう、ある意味好奇心旺盛でチャレンジャーな感じなんで、 あの、行動はすごいしたりとかするケース多いんですけど、まあ、大概無駄足になるケースが多いんですけどね。リサーチあんましないでやるから。で私も好奇心すごい旺盛だし、やりたいことはや,やるんです。で、キャパシティも広げることも努力するんです。それでも手からこぼれてしまうものは取りに行かないという選択をそもそも取るんですよ。私の場合は。つまり選ばないという選択をする。選ばないという決定をする。 これは選ぶ決定よりも大変なんですよ。選びたい、何でもチャレンジできるタイプの人にとっては。それをしない、ストップをかける、自分に自制心をかけて選び取らないっていう選択をするのはとても大変なんです。だからそもそも手をつけないっていうことが一番いいんですよ。増やさないためには。手をつけたかったら手元にあるものをどれか捨てる、切るっていうことをする。 これをしせずして全部手当たり次第やっちゃってぐちゃぐちゃになっちゃってでかつ集客もできません売り上げ上がりませんという状態で私にご相談いただくんですがあの全部は無理って自分が分かってたら無理なキャパシティは広げるか捨てるかしかないんですよ。新しいものをやるのをやめさえすればどうにかなるんだったら新しいものだってやらないんですよ。だからら見送る勇気やらない勇気気やないいっていうのが こういういタイプの方は案外必要です。もう大抵それですからぐちゃぐちゃになってる理由って何でそれに手を出しちゃったのって思うようなちいちゃなことちょこ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 手を出すんですよ。で、テンパって本業でやんなきゃいけない核になる授業すら宣伝もできない SNS もできませんただ、暴殺されて睡眠時間が減る。 え、夜中の3時に寝てます、7時に起きます、もう何のために働いてるか分かりませんっていう状態になっちゃう。っていうタイプの人も、教室業はものすごく多いです。ものすごく多いです。強調して言いますけど。はい。だからこそ、あの、手に取らない勇気、選ばない勇気がまず必要,必要っていうことと、あと、持っちゃったら、 もうキャパシティオーバーだって分かった時点で捨てる勇気も同時に持たないとダメなんですよ。だからこれができない人が多いんですね。ということは自分の気持ちに正直になる必要があってつまりやりたいのかやりたくないのかっていうシンプルなここのところですよね。で、やりたくないっていうのが基幹事業だったとしたらそれは捨てるしかないですよね。やりたくないんだったら。どうせいやいややるとやれないんだから。 となるとその失ったお金を違うものでやりたいことで売り上げが立てられるかっていうことを考える必要がありますだから一番幸せなのはやりたいことで稼げるしかもお客さん喜ぶこの状態一番幸せなんですよだけど大体皆さんのお話を伺っていると自分のやりたいがものすごい強いんですよで買ってくれる人の気持ちってろくろく見てないんですよだから集客苦労するんです自分がややりたたいようにやるためにるめ 手伝ってくれるというか、その私の欲求を満たしてくれる人を探しに行かないといけないから。これ間違えると結構大変なんですよ。でじゃあ逆にお客さんのいいようにばっかり自分がすごい合わせてると、大してやりたくもないのに合わせてばっかりいると、それはそれでストレスになっちゃって、これまたうまく集客できないんですよね。だから、あの自分が何をやりたくて、どういう人を喜ばせたくてっていうのを、 このすり合わせが真剣に考えないといけないんですよ。で、その結果いっぱい持ちすぎちゃったら、やっぱりその中でも特に好き、そうでもない名を選別して捨てていくっていうことをやらなくちゃいけなくて、あの、生徒さんがついちゃったりしてるとやりにくいんですよ、これ。あ例えば、ある程度時間をね、きれいに、うん、整理したいなって言って、A、B、C、D っていう講座があったとして、それぞれに ちょぼちょぼ生徒さんが残ってたりするんですよ。そういう方って。二人とか、三人とか、二人とか。で、本当はどれか一個に絞って10人とか教えちゃう方が効率が良かったりして、そこからまた次の講座をやる場合にも、同じ属性の人が次の講座行きたがるから、集客も楽なんですよ。だけど、思いつきで、 大して考えもせずに次々に講座立ててなんだかお客さんがついちゃって微妙に少ない人数で居続けてくれちゃうとその講座はやめますって言えなくなっちゃうんですよ。まあ本当にどうにかしたかったらやめますって言わないといけないんですけどね。で、その時に、あのー、考えなきゃいけないのはそんなに少ない人数でやっちゃうようなことが想像できる講座はそもそも立ち上げなきゃよかったんですよ。うん。やめるのが大変だから。 始めるのが簡単で、やめる方が難しいんです。どっちかっていうと。だから、始めるときに、慎重に、手当たり次第手をつけるっていうのはやめましょうよっていうことも言いたいです。あの、溢れてぐちゃぐちゃになっちゃってる先生は。もう大体それが原因ですから。大抵、もう自分の欲望の赴くままにやりたいことをやって、そして収集がつかず、集客もできず、収益が下がるっていう典型的なパターンです。はい。見ててそう思うんですけどね。 だからそういう方は今一度自分は本当は何をやりたかったのかでそれがメインで稼ぐものになるもの稼ぐってことを主体にしたかったらですよなったらそこは力を入れなきゃいけなくてそこに余力があって新しいものを入れることができるのか方向変換したいような素敵なものを入れてくることができるのかこれを改めて考える必要があります。で繰り返し言いますが私は えと全てお金を稼ぐために全振りりををしてて時間を使えと言ってるわけではありません。お金を稼ぐが5割趣味的にお金が出ていっちゃうのを5割でやりたいっていう方は、まあ、プラマイゼロでもその幸せに思う、えー、ボランティア的な仕事がそこにあるっていうことで人生自分の人生が潤うわけじゃないですかだからそれで OK なんですよ。 これはね、人によって感性が違うから、自分はどれがいいかっていうのを考えてみてほしいです。で、まあ私は多少アラ療ジをすることがあるので、えー、じゃあ整理してほしいって言われて、優先順位とか今のお金のやつとかね、聞いてで、その中で、じゃあこれ優先だよねって思うのは、はい、これとこれを残して、はい、あと3つ切ってくださいって言うと、まあ自分で決められなくて私に言ってくるわけですから、えー、って顔しますよね。それはって感じで。 じゃあ残しますかって言って時間は大丈夫ですかって言ったら無理です、倒れますってじゃあどれ切りますかって,言って話すと結局、まあ、私がこれはあと順位か今いらないよねっていうのが大体やめようかなっていう選択肢になるんですよ。でそれを整理した上で新しいことを取り入れるでつまりその3つのことを捨ててもとか4つのことを捨てても新しいことをやりたいほど新しいことへの興味が強いですか という話だったりしますその3つ捨ててまで入れたくないなって言ったら新しいことをやめるっていうことを選択すればいいのでこのバランスが悪い方が非常に多いなという印象です。はい。私の中ではね。なので、あのー、ぜひですね、ぐちゃぐちゃになっちゃっている人は実はぐちゃぐちゃにしているのが自分なんだっていうのはまずね自覚を持ってほしいんですよ。整理する手段は 時間のキャパシティが自分の中でもオーバーしてるっていうのが明らかに分かってたら捨てるしかないんですよ持ってるものを基本で捨てる順位はやりがいで選んでもいいしお金で選んでもどっちでもいいです自分がね大丈夫ならそれでいいじゃないですかでその上で器が空いたら新しいものを入れるみたいなその循環をしない限りはこのタイプの方は何度整理しても なんか新しいもの見つけてやっちゃうからいいんですけどね。<laughs> いいんですけど。だから私、その見つけてやっちゃうのは一緒なんですよ。そういうタイプの方と。自分もそうだから分かるけど、私は、えー、と自分のキャパシティ分かってます。だから、入れたいと思った時に無理だよねって言ったら捨てるっていうことはちゃんと先にやってます。先に捨ててから受け入れる感じ。皆さんやっぱり受け入れてから捨てることを考えるから大変なんですよ。 それがこういうふうになるよね、欲しいよね、だからこっちは開けないとねって場所を作るのが先なんで、この順番は間違えない方がいいかなというふうに思います。はい。ということでまとめていきたいと思います。えー、仕事があふれてぐちゃぐちゃになって、時間がなくなり困っている教室の先生のアドバイス。ということで。まず一つ目が、えー、ご自身の中での仕事、お金、人生の優先順位をまず決めること。 で、二つ目が、その優先順位に沿った事象を、えー、残していく。お金が重視だったらお金が稼げるものを残していく。やりがいが重視だったら稼げないけどやりがいが残るものっていう、そういう捨て方とかをね、していく。で、三つ目は、キャパシティオーバーしてる場合には、何かを捨てない限り新しいものを入れないこと。そもそも手に取らないという選択をするっていうのも選択肢に入れた方がいいと思います。 はい、以上になります。ぜひ気をつけて <laughs> やってみていただければなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは。